地高塚島神社は、熊本県熊本市西区松尾町に鎮座する神社である。旧社格は孫社。火の神祭りで知られる。社殿によれば、もともと、ウッドグルという前宮が祀られていた。歌天皇の治世政歴893年、藤原南家四代目民部教、藤原康則が、北地国鹿島神宮より分霊を勘定し、ウッドグルを改築造営して、 鹿島マグと解消し放災した。また、その昔、我は、鹿島大臣である。この地に沈まり座すると白馬に乗じた白髪のおじが、海底より現れる神夢を見たので、明る朝、海岸に出てみたところ、波打ち際に馬の形に見える大石がありそこに、神の姿が見えたので、その石を、鹿島大臣の身体として祀った、との伝えもある。1872年。 尊者に列した。10月14日が大祭で、その夜は、火の神祭りの工房戦で賑わう。日後金納刀や、神風連の変を起こした、慶神刀に、多大な影響を与えた幕末の国学者、林桜園、及びその文化生が孫数した神社のうちの一社でも、ある。角川日本地名大辞典編纂委員会編、角川日本地名大辞典43熊本県。 角川書店、1987年、726ページ、鈴木隆編、熊本の神社と寺院熊本日日新聞社、1980年、32ページ、荒木忠しの神風連実機新人物往来社、1971年、ありがとうございます。